板橋さんゲームです、バーチファイター e スポーツ遊びに来ました。よろしくお願いします。お願いします。開発の最強プレイヤーとしてお邪魔させていただきました大鳥沙羅と申します。よろしくお願いします。大鳥沙羅。これでいいのか。さあ板山さんはもちろんね、はい、いやちょっとまずねこのキャラ選択画面がやっぱり一新されてまして、うん、しかもやっぱなんかこう各キャラの表情とかも結構、うん、結構変わってるなっていう風に思って見てますね。決めました。おアイリーン。志村さんはアイリーン。はい、じゃあ自分は一応シュンディおじいちゃんでいきます。じいちゃん、はい、ランダムでいきます。いけるかな。はい、お願いします。お願いします。ちょっとゆっくりしててください。どういうことですか。ゆっくりしててください。ゆっくりはしてますよ、はい、アイリーンなんですね。なんでアイリーン選んだんですか。やっぱ似てるんで可愛さが似てる。可愛さが似ている。やっぱ可愛いですよね。勝っててね。なんでなんでなんで最初からちょっとやめてくださいよ。そういうの。とりあえずガチャガチャ。はい、じゃあ、はい、なんか取れちゃった。お酒飲めるね。お酒飲み放題ですねこれ。はぁ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 。あ、いいですよ、いいですよ。はい、はぁはぁ。なんでカードできない。なんで。おぉ、ナイスガード、ナイスガード、ナイスガード。カード、カード。あ、飲んでる、飲んでる、飲んでる。お酒を飲んでる。飲んでる、飲んでる。やだー、ちょっと待って、早い。画面左の方にひょうたんのマークがあるんですけど、はいはい あね、あれがお酒を飲んでる量なんですけど、飲めば飲むほど強くなってくる。なんか飲んでる最中攻撃してくんのかなって思ったら、あ、いいですよ。飲みながら攻撃もできるんですよね。飲むな。はぁ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 。うまい、やめてよ。おっと、終わった。あぁ、強い。あ、いいですよ。あ、いい。お、は、いや、近づいて。ガード、ガード、ガード。ガードして。ガード、ガード、は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 。いいですよ。は、は、は、は。ああ、やばい、痛い。今、あわよくばでしたね。手死んじゃう。もうこの、今お酒が30杯にいったんですけど、これすごい。相当なものですよ。お、どうぞ。意味わかんないボタンを一回押してやろう。そっちだ。そっちじゃない。西村さん、どこ行くの。西村さん、でも場外になっちゃう、場外になっちゃう。わかんないか、大丈夫。はっはっはっ。いや、回避できない。34杯に35杯になった。ほんと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 。はっ、来た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 。でもパンチいいですよ、パンチ。パンチでしょ。おー、はっ、はっ、はっ。ほっ、取った取った取った。手加減してくれたんですかね。今ね、投げてくると思わなかったな。優しさ。お、投げがいいっすね。カード、カード、カード。おい、ほっ、よよ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 よ、はっ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 。よく動くじいさんだ。強い。いやでも一本取りましたね。一本取りました。1ラウンド。そうなんですよ。負けないぞ。負けないぞって言ってますけど、私の勝ちです。これ1ラウンド取ったってことは西村さんの勝ちっていう。バーサス大鳥沙羅さんのエキシビションマッチです。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。いいですか、選んじゃって。どうぞ。何を使うんですか。同じですね。じゃあステージはランダムで、はい、いきます。おイケポチャあるよ。イケポチャありますね。イケポチャ見てみたい。見てみたい。見てみたいです。ステージもだいぶ変わりましたね、雰囲気が。英語だ。 Ready, go!
おお動きが速い。ちゃんとガードも決めて。おお決めてくる。わわわわ大きいです。このでかい。わあ。そうそうそう。いいですね。おー、いい勝負。すげえいい勝負。すごいすごい。タイミング的。一本先に取りましたね。まあまあ、これはいいですよこれ。なるほど。いけるんじゃないですかこれ。仕上がってる。おー。これ、あー、足を引っ掛けて倒す。お、お酒を飲みました。さすが。わお。うそ。痛い。おお。一対一です。めちゃめちゃいい試合。いい試合。意外といけるよ。やっぱ私の時と違ってお酒飲むスピードが遅いです。その顔で戦ってんだもん。すごいな。ワイプの顔がもう変身。おーちゃんイケボポチャスちゃん見せますねイケボちゃん完璧だ西村さんが見たいと言ってた、はい、イケボちゃんやっぱラウンドによっては落ちるリングアウトのエリアもあるんですね。あー厳しい。あーこれ大丈夫これはあなるほど、なるほど。まあ2セット選手ですからね。そうですね。まだ負けたわけではございません。まずは1セット。じゃあこのまま再戦再戦でいいですか。はい、はい、いきますよ。はい、はい、2戦目。1ラウンド目良かったよ。でもめちゃめちゃいい試合だった。そのおじいちゃんお酒飲まないと強くないので、初めやっぱちょっとね、見せる前にこっち戦いながらこうお酒を飲んで、おー距離を取ってお酒を飲んでいく。はい、あーでもでもお酒を飲んでる時間に攻撃されますね。おいうま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 い飲んだ。うわあいいよいいよ。やりますよ。縛ったら今は1ラウンド目はいいんだよな。おっと繋げて。すごいコンボです。わーおーこれはおっとりさらすげーすげーすげー。取っていきました。ラウンド3レディーゴー。じゃあおーおーやった飲んだ。お酒飲んだ。反撃が始まりました。うそうそうそう。おーいい勝負。あと一撃で。やばい。ノモル初めて気につくな俺。おお、これはちょっと場外もまた見えるんじゃないですか。リングアウト、リングアウト。エクセル。わあ、当たった。やばい。すごい。やばい、ちょっと本気出してきた。快進撃がちょっと始まりました。2対2。これ取りますよ。これは取った方が。負けたくないな。重い。投げ抜け。あれがね。それでね。やばい。ああ、これ繋がっていた。いやいやいや。よかった。なかなかいい勝負でしたね。めちゃめちゃいい勝負。勝ちました。すごい。すごい。はい。ということで勝者は板橋ザンギエフさんでした。ありがとうございました。